皆さん原宿来てくれますか。原宿来てくれますか。はい、はい、みんな来ます、はい説明してたら眠く
ってきた。ああ、わかる。でもいいかな。もう。いや、すごいな。眠たい。もう、昼寝やばいな。こんな曲始まんないよ。それでは聴いてください。備えあればもう思ったい。Oh,
思い出を作ってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして2月23日には桐原瑞希ちゃんの生誕祭が開催されます。コーディネートした服でやりますので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。そして2月9日には南夏ちゃんの生誕祭があります。こちらも絶賛受け中ですので、ぜひ2人のお誕生日お祝いしに来てください。おめでとうございます。いいよ。ありがとう。最後ですね、4月14日に第2回の男性限定ライブが、現在抽選が受付中なので、皆さん今日来てくださったってことは第2回も来てくれるってことですよね。はい。でも第2回もは今日より多分見やすい内容だし、またね、楽しい企画も考え中なので、はい、ぜひ皆さんもお貸しください。はい、お願いします。という、備えあればにかけて、キャンチューあればって言ったら、みんながもう満開ね、お願いしたいんですけど、一回リハしましょうか。いくよ、せーの、キャンチューあれば。